ロックンロールキャロルのヘイママロックンロールの解説をしていきます。もう簡単にやっていきます、バッキングはよく聞き取れなかったんですけど、まあ多分こういう感じかな。まあこんな感じでやってるんかなという感じですけど、でこれはまあ C のパワーコード弾いて、で5弦の5から7へスライドして、で4弦5弦の5575、4弦5弦じゃない、3弦4弦、あるいはまあこんなんでもいけるんですけど、2弦の11と3弦の12、これをスライドでこういう感じです。で、ロックンロールで入って、次が声ね、こんな感じなんですけど、まあ2弦の8と3弦9を半音ずつ下がって、で1回目は C の省略コードみたいな、2弦3弦の5と1弦の3で、次もう1回でいて、今度2弦3弦の8で、3回目がっていうのが入って、2弦の8を押さえて、ここで3弦を9から10へハンマリングで、1弦の8と 2弦の10やね、10のやつを半音ずつ下がる。でまた2弦8と3弦9。でまたこれで。でここ多分弾いてるんか弾いてないんかわからなかったんですが、まあこれを適当に入れて。でまた半音ずつ2の8と3の9から下がって、最後 C7 のところで。これを入れて、G7 か。G7 で、っていうことで、A メロ。で、次、B メロが、タンダラダラダラダンダラダンダの後に、これが入ります。4弦5弦7 3弦5で8から9へスライドで、1弦2弦の8で、これをスライドでダブルストップで4回ぐらいやります。でまた F7、 まあこんな感じですね。
で G7 で、まあ G7 こう書きましたけど、まあでもいいと思います。でそこで1弦2弦の8で、で2弦3弦の11、18で3弦4弦の19、8で5弦の10、これこっちでもまあ何となくいいんですけど、まあ多分こっちでやった方がいいかなと、まあダブルストップでやっていきます。このメロディーをダブルストップで、1つ高い1本高い弦を絡めてってやります。かわいい僕のまま。でこの次に C1 メロって書いたんですけど、これの最後の、G7 に行く前のところでこういうのが入ります。かわいい僕のまま。で C2 はこういうのが入ります。まあこれをまたタブを見ておいてくださいけど、ソロがこんな感じですね。まあタブ見てやってもらえれば、最初これはまあこの、B メロのところで入ってたようなフレーズが入って、でその後ダブルストップで1弦の8とまず2弦の10で、この2弦3弦の10を2回で2弦の8と3弦の9で、今度2回目、次 F7 のところではこれをこの最初は3弦の7から9までスライドしとったとこを7から8で止めて、あと同じ3回目だけは9までスライドして同じですね。でこれを入れて、もうこれゆっくりだけ弾いていきます。ちょっと今日ね時間がないんで、こんな感じですね。でこの次がちょっとなんかトリッキーというか、ちょっと分かりにくいんですけど、感じです。で、次。最後がこ
っくりやっても分かりにくいとは分からんのかな。これがで、これを鳴らして、ずっとまた行って最後のこのここのこれが入るところにちょっと違うフレーズがこういうフレーズが入ります。まずこの1弦2弦の11これをチョップというかこのこういう感じ最後の1弦2弦の11を押さえてこれを鳴らすために、まあ、3弦4弦あたりからミュートしながらで降りてって鳴らす。こんな感じですね、ゆっくりやると。エンディングはまあ普通に、いって最後はこんな感じですね。まあ、ちょっとね早めにやってしまったんであまり弾き方解説になってないかもしれませんが、ということで以上になります。